繰り返して、あなたに話しかけるのも見えるのもノールだけ。ノールだけ、全部ノール。そう、幸せでしょ。幸せ。もう逃げるのはおしまい。それでは今日の食事を始めましょうか。お加減はいかがですか？私はどうなるの、ノール。少々厄介な事件が起こり、今ノール様はご多忙にされています。ですからここにも来られなかった。それを聞けるということは抜けてきたのですね。私はそんなにひどい状態だったの？ええ、この数日間、私がいつ訪れてもあなたはうつろなままだった。ただノール、ノールと繰り返すばかりで。だから私は聞けなかったのです。何を？空腹ではありませんか？朝食をお持ちしましたので、食べながら話しましょう。食事。動くのがお辛いようでしたら、私がお手伝いします。そういえば、この数日間、私がうつろだったと言ったけど、その間の食事はどうしていたの？確かに空腹だけど、何日も食べていなかった感じではないわ。僭越ながら、私がお世話をさせていただきました。
どうして急に優しくなったの？私はいつもあなたには優しくありたいと思っています。この身に優しさというものが備わっているのかについては少々自信がないのですが。朝食はいらない。それより今日は何をするの？何とは？調教するのなら早く終わらせてほしいの。私はあなたに何もしません。どうして？今までずっと私が嫌だと言っても無理やりしていたじゃない。気まぐれなのね。大丈夫ですか？大丈夫って何が？どこか諦めた風にも聞こえます。あなたらしくない。だって目は見えないし歩き回ることもできないのだから、嫌でもそうなるわ。今さら何を驚いているの？これで調教しやすくなったんだから好きなようにすればいいわ。私はそんなことはしません。私、あなたがわからない。ひどいことをしたと思ったらこんな風に突然優しくしたり。どうして変わってしまったの、ノール？すみません。こんな状態になるまで。私はノール様ではありません。おかしな、ノール。私に話しかけるのはあなたしかいないじゃない。完全に切れればきっと治ります。頭痛が？頭痛も認識も何もかも。認識？
本当にすみません。遠方での仕事を任され離れている間、あなたは元気で過ごしていると、そう聞いていました。ノール様の様子がおかしいの薄々感じていたのに、どうして私は。なぜ泣くのノール、全部あなたがしたことじゃない。あなたはこんな仕打ちを受けて、それでもノール様を愛していますか。はい。最後に見たあなたはノール様の隣で笑っていた。その瞳に愛しさをにじませて幸せそうに。だから私はノール様の隣にあなたの幸せがあるのだと、そう思っていたのです。こんな状況であなたに好きだなんて言えない。もう愛していないのですね。そうですか。胸のつかえが取れました。どういう意味？私にもノール様が理解できない。なぜあなたを愛しながらこうもひどい仕打ちができるのか。後悔しているの？おそらくは。おそらく。私は指示に従う人形でしかなかった。だから今感じているこの感情が何であるのか確証がないのです。あなたが人形だなんておかしなことを言うのね。人形はこんなに塩辛い涙は流さないのよ。涙？私も驚いたわ。まさかあのノールが涙を流すなんて。人は涙を流すとき、こんなにも胸を痛めるものなのですね。痛めているの？どうしようもないほどに。自分でしたことなのに。あなたは私を人形だと思わない唯一の人。それなのに、その人をこんな目に遭わせてしまった。あなたもこの状態をよくは思っていないのね。あなたには幸せでいてほしい。そのあなたがこんな風に虐げられているのは我慢ならない。ノール、
ずっと考えていたのです。何を？私が今からしようとしていることがあなたの幸せになるのだろうかと。もしかしたらこれは単なる独りよがりなのかもしれないとも。ですが今決心がつきました。独りよがりだろうと、あなたをこのままにはしておけない。たとえあなたがノール様を愛しているのだとしても、こんなのは間違っている。もうあなたがここに囚われている必要はありません。嬉しいけど、どうして急に？あなたはここにいるべきではありません。このままだとあなたのすべてが壊されてしまう。だからここを出ましょう。私はあなたを傷つけません。誰も私たちのことを知らない場所へ行って、そこであなたの回復を待ちましょう。でもノールには政務補佐としての仕事があるでしょ。大きな仕事が片付いたので、その褒美として長期の休暇が与えられたのです。よってあなたが心配をする必要はありません。ですからどうか私と共に来てください。だけどあなたは私にひどいことをした。そのあなたをもう一度信じるのは難しいわ。私はあなたを傷つけません。あなたを傷つけるくらいならこの命を絶った方がマシです。ノール、でもレスのみんなと離れるのは。ノール、その件についても心配はいりません。あなたが回復するまでの間離れるだけなのですから。みんなを傷つけないようあなたから言っておいてくれる？ええ、手配済みです。だけど貴重な休暇を私のために使ってしまってもいいの？あなたがこの手を取ってくれるのなら
その瞬間から私の時間はあなたのものになる。この身はあなたのために生き、あなたのために朽ちる。